最近ですね、この2枚買いまして、中古なんだけどね、今更だからこの2枚買ってさ、この2枚しかまだこのソロ買ってないんだけど、これさ良かったね。あとなんつってもさ、やっぱシンデレラナンバーワン、あれすごい面白かったね。ラジオ番組みたいなやつでさ、うずきなんてすごいなんかういういしくてなんか今のうずきと若干違うなーということで、よかったねシンデレラナンバーワン。どうしよう、ちょっとやってみようかな、うん、シンデレラナンバーワンちょっとやってみますわ。 PO25 のオープニングトーク、これから目指す実況者像。まあ一つのことに絞られず、こう両方面、まあ、今だと野球、それからあとアニメ系ですね、まあ、今テレステが多いけども、そういう方向でこう2つの界隈というか、まあ、2つの道でそれなりにちょっと知名度を持ちたいなとは思っております。でいつか私に憧れて YouTube を始めましたって人がね出てきてほしいまあ単純に言えば有名になりたいってことですよね。ということで始めていきましょう。目指せ実況者ナンバーワン。ということで今週も始まりました、目指せ実況者ナンバーワン。この番組はですね、駆け出しの実況者である PO25 をですね、どうにかして一人前の実況者にしようと、まあ、皆さんとこう意見を交換し合ったりとか、切磋琢磨し合ったりとか、切磋琢磨はおかしいね意見交換し合ったりとか、まったりおしゃべりしていこうなんていう、そんな番組でございます。まあこんな毎週恒例でやってるみたいな話、切り口でスタートしたけど、要はこれさっき見せたさ、冒頭の多分動画かなんかで見せた CD のやつに入ってた目指せシンデレラナンバーワンっていう番組が、番組っていうかまあそのドラマパートがあったんですけど、それのそれをやってみようということで、まあ、私のプロデューサーとしてのモットーは、アイドルにやらせてみてることを自分でもやってみようっていうのが一つのモットーになってますので、まあ、今までそんな感じの動画を2本上げてきまして、まあ、さよならアンドロメダと、エブリデイドリームを踊ってみたりっていうのにやりましたが、今回は、目指せシンデレラナンバーワンを、少し、ね、やってみようということで、まあ、私はシンデレラではないので、アイドルというわけではないので、今回は目指せ実況者ナンバーワンです。これを始めていこうかなと思っております。まあこの1回で終わるんだけど、予定はこの1回で終わるんだけどちょっとわかんないです。まあ、ということで、まあ、ラジオ形式の動画ということなんですけれども、まあ、といってもね、いつもやってることはね、動画と変わらないんだ。いつも私、動画でラジオみたいなことしかやってねえから。そうね、小耳ながら喋ったりとかさ、本当にこれ喋る系ぐらいしかやってねえからさ、本当にゲーム実況真面目にやってんのは、リアルな話は座礁ぐらいしかないんで、まあ、そんな感じなんですけども、今回は本当にまじまじのラジオとしてやっていこうかなと思ってます。いざじゃあこうラジオとして喋れって言われたらね、全然喋れないわすげえ今ちょっとね手探りで喋ってます。でまあこれをね、先日買ったって言ったんですよ、このソロの CD を買ったんだけど、あとそれの他にもね何個か買ってったんだわ実は。でもその時に買ったんですよ、まあ、ビニーで左右うがつと、ミルキーウェイは言ったかどっかのところで言ったんだけどさ、ビニーで左右うがつを実は Amazon で買ってて、でそこから4つ買ったんだよね。まあ、この2人のソロと、ラブデスティニーと、贈り物さんで買ったんだけど、ラブデスティニー実は持ってんのよ。2枚なんだよ、ラブデスティニー持ってるのが。なんで1枚買ったかって言ったら、この買ったラブデスティニーがさ、帯がなくて、で、あと、ケースがボロボロだったの。開けるとね、ケース外れんのよ。そんくらいちょっとボロボロでさ、ラブデスティニーのジャケさ、すごい好きなんですよ。で、あと、担当が2人いるんで、マユとコヒっていう担当が2人いるんで、ちょっと俺、220円だったんだけど、買い直してもいいかなってことで、今回買い直してきました。それで聞きたいんだけどさ、みんなさ、CD の帯とかって欲しい？なんか結構ここって分かれるところだと思うの。私はね、全部欲しいです、正直。買うやつは本当に欲しい。むしろ帯がなきゃ嫌っていうのが正直あって、これ友達に言ったんですよ、買ったのを。そしたらやべえって言われてそんなことはないだろって言われて、で、まあ、結構いろんな人にもその話したらさ、なんか別にいらなくねって言われたりとか、正直今 CD 買わねえじゃんって言われたりもしたんだけど、まあそうなるよねでもね、なんか帯ないと嫌なんだよ。帯外したいや帯外してさ、並べるとさ細くなるじゃないですか。でそれがちょっと嫌で、
通に帯、あと帯がある方はね豪華っぽいわやっぱ、うん、あとデレマスの CD は結構その帯だけじゃなくてさ全体を包む感じが多いじゃないですか。ラブデスティニーとかそうなんだけど、こうなるとちょっとね豪華に見えるんだわどうしても。そこもねやっぱ強い。あと CD の枠とかも見えなくなるからね、なんかすごい特別感がさ、同じこと同じようなことはずっと言ってんだけどさ、特別感があると感じます。まあそんな感じかな、うん、まあオープニングトークをこんな感じで、まあ進めているわけですけど、他に何かあったかな。例えばあと私あの最近ですね、あのファンタジーベースボール、まあ通称幻想という、まあ、野球ゲームなんですけれども、まあリアルとリンクした野球ゲームみたいな感じで、それをね今年から始めまして、ついにこう始められるようになったんですよね。始められるようになって、で始めたんですけど、あのあれねドラフトがあるんですよ。190人じゃね、それはアイドルだわあの今現在のメジャーリーグの参加チームとかにも所属している全選手の中から来年活躍するっていう予想している選手をドラフト指名していって、自分だけのチームを作ってシーズンの成績とリンクさせての、最終的なポイントの多さで順位を決めるみたいなゲームがあるんですけど、それで私ドラフトやったんですよね。まあそんなに私はそのメジャーリーグ詳しいわけではない、まあそんなにその詳しくないわけじゃないんだよ、なんか、まあ、そんなに今の選手を知らないってわけじゃないんだけど、そのそんなすごい有識者の方々みたいに知ってるわけじゃないんだけど、まあそんなにこうやっぱり私としてのプライドもありますので、あまりこう有名選手取らなくていいかなということで、まあそれなりの選手たちを取ってたわけですよ。で、スタメンは決めてったんですよね。9人と、まあキャッチャーはちょっと決め忘れちゃったんで、ちょっとその場でタイラー・スティームーソン取ったんですけど、まあ、あの9人取って、で、あとピッチャー何人か取って、それ以降のベンチメンバーっていうのは決めていかなかったんですね。で、そこでベンチメンバー決めようと思ってさ、決めに行ったんですけど、結構取られるもんだね、やっぱり。ドラフトなんで先に指名したもの順なんですよ、メジャーのなんで。そしたらさ、バドゥーゴとか結構取られちゃってさ、びっくりしたのがそのスクバル欲しいなと思ったんですよ、ピッチャーとして。スクバルで、タリクスクバル、タイガースもね。そしたらさ、取られたんだわでしょうがねえからっつってさ、スクバル取られたからいいやっつってケーシーマイズに来たんだけど、なんでタイガース芝居来たか自分でも分かんないんだけどさ、そんな感じでございました。やっぱやってる人はそんな感じのことするんですね。自分も一応あのね、フリオロドリゲスとか取りましたよ。やっぱ来年デビューすると思うんで、フリオロドリゲス楽しみだよね。フリオロドリゲス、ほんならラッチマンも欲しかったんだけどね、ラッチマン取られちゃって早めに。だからキャッチャーはあれでしたね、タイラー・スティーブンソンと何け、カーソン・ケリー行きました。ケリーがでもちょっと来年どうなんだろうね。なんか今年の序盤良かったけど結局成績落としちゃったんで、なんとも言えないんですけど。まあそんな感じでございます。ということで、コーナーの方をね、始めていきたいと思います。オープニングとこんなもんですね。目指せ実況者ナンバーワン。この番組はですね、チャンネル登録をしてくださってる皆様、そして、チャンネル登録はしてないけど動画を見てくださってる皆様、そしてこの動画を見て、チャンネル登録しようかなと思ってくださってる皆様の提供でお送りしております。目指せ実況者ナンバーワン。思い出トーク、思い出トークのコーナー入っていきましょう。まあ別で多分ジングル撮るんじゃないかなと思ってるんですけどジングルをちょっとね別で撮るんで、ここ多分編集でジングル入ってると思うんだけどさ、思い出トークやっていきましょう。まあ目指すシンデレラナンバーワンにもあるコーナーなんですけども、思い出トーク、過去のことを振り返って昨日の自分よりも成長しちゃおうっていうコーナーなんですよ。で、なんか思い出あったかなと、昨日このなんだろう、昨日シンデレラナンバーワンやってみようかなと思って、思いついて思い出トーク考えたんですけど、全然ねえんだわ4年実況者やってっからさ、4年やって100人いってないじゃん。そうなんだよ。だからなんか別にそんなにその日常生活と実況者になってからの生活にさ、違いがないんだわ別にその劇的になんかどうなったとかするわけでもないからさ、あれなんだけど、まあどうしよっか。まあそうね、思い出トーク、YouTube 始めたきっかけ私の YouTube 遍歴が元からその小学校ぐらいだったかな、
なんか YouTube よく見たりしてたんですよ。最初は本当にこう、笑い動画みたいなさ、なんか、よく見てね、実況者とか見てなかったんだけど、そこから何年か経って、YouTube で遊戯王の開封動画を見るようになって、そこから開封動画ずっと見てて、で、その後、ゆっくり実況にはまりまして、某ゼルダのゲームを実況してる方をめっちゃよく見て、で、そこからいろいろこう、BF3 の実況とか見てって、で、まあ、ゆっくり実況すごい好きだったんですよ。今でもね、山越えよりもゆっくりの方が好きです。ただ、ゆっくりにしない理由は、ゆっくりは難しすぎる。あれは、ちょっと無理です。多分すごいあれ、話の内容とか考えなきゃいけないんで、全然無理なんだよ。あれで面白くなる気がしない。そんな感じで、ゆっくりを見てって、まだでも当時は、YouTube 始めたいなと思ってなくて、面白いなと思って見てて、で、ラブライブにハマって、スクフェス実況を見始めたんですよ。初めてスクフェス実況にハマったのが、名前を出しちゃいけないと思うんだけども、今もうちょっと YouTube で動画はないんだけど、おつまみの名前してる人、にちょっとハマりまして、その人ニコニコだったらあるんだけど、その人にハマって、こう、やっていくうちに、スクフェス実況見ていくうちに、普通にこう、なんていうんですか。今でも有名だった。まあ、ちょっと今やってないのかな。ほぼやってないんだけど、有名だの方々、有名なスクエス実況者の方々の動画に行き着いたわけです。で、そこから、その方との動画を見ていくうちに、感謝祭の動画とか、ファイナルの動画とか見ていくと、結構いろんな人に声かけられてるんですよ。それ見て、ああ、自分も声かけられてえなと思って。そう、自分も声かけられてえなと思って、YouTube 始めましたね。そう。だ本当に始めた動機が、漠然とその有名になりたいっていう動機だったんで、その他の皆さん結構その質問動画とかでさ、この界隈のあれを広げたいんですとか、自分のこの得意なものを皆さんに見せてもいてもらいたいですっていう、すごいいい感じの理由をいっぱい言ってるじゃないですか。ただね、私の動機はね、有名になりたいっていうすげえ不純な動機なんですよね。で、もう一つの理由があって、それはできることなら YouTube でもお金をある程度稼ぎたい。だからある程度稼ぎたいっていうのは、その YouTube で生活したいとかじゃなくて、なんか、お小遣い欲しいなと思って。なんか、よくない？だって自分の好きなことやってさ、お金もらえるんだぜ。それになるにはね、多分すっげえ努力が必要なの。今もやっててわかる。今全然ダメ。YouTube って収益を得れるには、なんかね、1000人のチャンネル登録者と、4000時間の動画再生回数が必要な、あ、動画再生時間が必要なんですよ。いや、無理無理、全然無理。収益を得るにはね、一体何年必要なのかという感じになりますけども。まあ、そんな感じでございますね。で、まあ、そこから YouTube を始めまして、私最初はスクエス実況をやっておりました。で、その初めてスクエス実況にハマったって人が、よくあるスクエス実況みたいに、今日は何をやっていきますって言って、こう、テーマを決めてやっていくんじゃなくて、すごいなんかこう、今日何やっていこうかなみたいな感じで、目についたものをやっていくみたいなタイプだったんですよ。だから、それも見てたもんだから、結構最初のところのとかって強い系が多いんですね。でもだんだんこう、何やっていくって決めるようになって、なんか、どうだろうね。今もね、若干いろいろこう混じってんだよね。なんかコミュみたいな、コミュの動画とかさ、MV 見る動画とかって、あれ一応MV 見るって決めてやってるんだけど、自分の中ではこう、MV 見るっていうこの大きな、この枠の中で、まあ、それなりにこう、なんか自由な感じでやっていきたいなと思ってて。そういうのがちょっとね、ハイブリッドなんだわ、今だから。まあ、そういうところがありますけれども。私一応チャンネル登録者現状これ撮影してる中で61人なんですよ。正直この数字多分すっげえ低いと思うんだけど、なんかね、こう、個人的にはね、61人すげえなと思ってて。だってさ、考えてみ。50人超えてんだぜ。1クラス超えてんだぜ。やべえよ、普通に考えて。なんかだって、ね、私が、いやーって教団、教卓で話したらさ、1クラスはみんな、うわーってなってくるわけでしょ。すごいもん。そんな感じでございますね。まあ、そんな感じでね、こう、YouTube を始めてって今に至ると。正直ね、最初は本当にスクエスしかやってなかったんだよね。プロスピエスもやってはいたんだけど、なんかプロスピエスって、当時私がやってた頃ってリアタイがなかったんですよ。本当にイベントやって選手集めるってだけのゲームだったんで、その頃にやっててデータが吹っ飛んだんで、
やめちゃったんですよね。もちろんそのリアタイも何回かやったんだけど、実況出してる段階では本当に多分リアタイないぐらいなんで、本当にそんな感じでしたね。で、まあキララファンタジーとかやったけどさ、やっぱ趣味って変わるもんだね。今デレスじゃないですか。当時は初めの頃ラブライブマジで大好きだったからさ、やってたんだよ。でスクフェスしか考えらんねえと思ったら今デレス制やってるもんね意味が分かんないもん。人って変わるもんだなと思いますね。ねえ、ラブライブのモチベーションがね、下がったのが、その、2018年なんですよ。なんで下がったかって言ったら、ちょうど西武が強くなり始めた。ここがあってね、結構下がったりもしました。まあそんな感じでね、人の趣味は変わりますよっていう話でした。以上、思い出トークのコーナーでした。目指せ、実況者ナンバーワン。次のコーナーなんですけども、そのアドリブなんですよ本当は。ただ一人で撮影してる以上アドリブなんてできっこないんで、まあちょっと時間も15分撮ってんだわ。だからそんなにねアドリブのコーナーカットでいいかなということで、はい、エンディングいきましょう。はい、ということでエンディングでございます。まあね、今回はこうシンデレラナンバーワンやってみようぜということで、シンデレラナンバーワン風のラジオ番組系のやつをやってみたんだけど、要はただの雑談動画となりましたねまあそんな感じでございました。ねえ、まあ続ける気はないんで、あれなんですけども。私最近どこの説明欄にも書いたんだけど、デーマスで CD 以外の初めてのグッズを買いまして、結構それがね、私的に激アツのグッズなので、ちょっと開封動画撮るんですけど、できればそちらもね、見ていってくださいということで、今回はありがとうございました。以上。目指せ実況者ナンバーワンのコーナーでした。最後にね、おまけコーナーいきましょう。本来ですとね、普通の言葉をね、可愛く言っちゃおうのコーナーなんですが、私が可愛く言っても需要はないと思うんで、全然専門用語じゃない言葉をすごい専門用語っぽく言ってみようのコーナーいきましょう。最後にいきます。3年総額3億円、ありがとうございました。バイバイ。